各週刊アメリカーカーコレクションディアゴスティーニ、はい、買ってまいりました、創刊号690円ですね、はい、で、これ先月の末出たのか8月末ですね、出ました。で、創刊号690円は、シェルビー GT500 1967年、こちらが付録で付いてるんですけど、皆さんこれ目当てに買われると思うんですが、これ結構問題点があって、で、私も各種ね、SNS だとか、まあ YouTube もちろんね、見たんですけど、それ指摘されてる方ってほとんどいなくて、なので、私ね、急遽今動画作ってます。で、緊急ってことじゃないですけどね。で、私がわざわざ言うほどのことでもないかなと思ったんですけど、あまりにも指摘されてる方がいらっしゃらないので、ちょっとね、作ってみることにしました。で、早速ね、どんどん行ってみようかなと思います。相変わらずの無編集、ほぼほぼ無編集でね、やりたいと思います。でね、ちょっと不平不満とかが出てくるんで、そういうの嫌な方はね、ブラウザバックされてください。で、まずね、ケース、これね、テープ止めなんですよね。で、片方、両方止めてあって、で、片方剥がしてみたんですけど、やっぱテープ跡も残るんですよね、どうしても。これね、テープ剥がしなんかで、剥がそうとすると、クリアな部分が、白くね、なっちゃうんで、発火するんですよね。なので、剥がした後、コンパウンドとかで磨いてあげた方がいいかもしれないですね。これちょっと私、ビリッとやっちゃう。なのでね、これね、このままディスプレイすることを想定してあるかもしれないですね。で、めっちゃテープ長けんっすよね。はい、がっちり止まってます。んで、まずはケースからいこっか。背景、これいらないよなと思ったんですけど、背景、皆さんいりますこれ。ちょっとこれじゃあまだ、一旦よけよう。これ、ね、いらないっすよね。つけだせえの。んで、かつ、これ、ただこう挟んであるだけかなと思ったら、昔あったっすよね。43分の1で。こう挟んである系のやつって。これ、スペックなんか書いてあるんですけど、これって、この、なんか薄っぺらい小冊子に書いてあるようなことが、わざわざまた書いてあって、かつ、テープ止めなんですよね、これ。これまた剥がすときね、跡が残っちゃうっていうね。はい、これ、余計なことしたなと思って。これ、いります背景、マジで。いらないと思うんですよね。ダッサ。で、本体、いきます。まあ、ケースのね、不平不満でした。で、シェルビー GT500、1967、ね。とても古い車ですけど、こちらパッと見ねかっこいいんですよね。まあ、税込み690円のねミニカーでは全然ないと思うんですが、これもね結構問題点があって、まずどうしようかな、裏見よっか。はい、ネジ止めもちろんされてあるんですけど、これがね三角ネジなんですよね。見たらわかりますよね。で、三角ネジって結構特殊で、普通のご家庭にその、このネジを外すようなドライバーってないと思うんですけど、まあミニカーのね、マニアの方なら、この三角ネジの1本や2本あると思うんですよね。古くからね、古くからっていうか、結構前からミニカー集めてらっしゃる方は、持ってる方多いんじゃないかなと思います。で、これがね、この三角ネジで何がわかるかっていうと、はい、これ。1本には書いてあるんですね。イクソって書いてあるんですよね。これ昔アマゾンで買ったのかな。でこれはねやっぱりディアゴスティニカアシェットの何かを定期購読した時についてたやつですね。でこれで何がわかるかっていうと、そのイクソ、このメーカー作ってるメーカーがピンとあったイクソですね。でホームページか何かにも書いてあったんですけど、ディアゴスティニとアルタヤのね、なんだロゴっていうか、なんだ表記があったんで、でアルタヤって言ったら、あのイクソが OEM か何かで出してる、あの海外でねやっぱり習慣なんちゃらみたいな感じ出してるブランドになるんで、そちらとこの三角ネジから推測するに、これイクソ製ですね。これほとんど言及されてないんですけど、皆さん知ってるよね。でねこれ外してみましょう。イクソ印でね、外してみ、あ、そうだ。で、三角ネジが、これね、外せないと思うんですけど、持ってらっしゃらない方はね。で、外さないと、一旦外して、こう、スペーサーとかかました方がいいんですよね。これ、タイヤがね、ゴム製っていうか、ゴム製なんで、ゴム製ですよね。溶かしちゃうんですよね、これ。化学反応でね。
で三角ネジさえあればこう外せて処理ができるんですけど、あの溶かさないようにね、ワックス塗ったりとかね、あのスペーサーかましてちょっと浮かしたりとかで、なんでね これドライバー重要なんですよね、はい、で外れました。で裏面ね、これ誰も見せてくれないんですよね、外してる方いらっしゃらないんですよね。で何もないんですけど、シルビー GT500 1/43、はい、で、あそうだ、イクソって1/43とか割と出してるんですけど、いろんなね車種出してくれてて、で割と廉価版のメーカーなんですよね。で廉価版のメーカーが出してる、まだその廉価版のメーカーが出してる、ミニカーの廉価版省略された分ですね。昔フェラーリなんか、フェラーリコレクションだっかな、だったかも、出してたアシェットか、あれば出てたんですけど、私その時買ってたらイクソの赤箱、あのイクソが出してる、直接出してるものの方がねクオリティが高かったっていうね、はい、ただまあイクソ今ね5,000円ぐらいするみたいな、5,000〜6,000円するんで、こうやって手軽に手に入るのはいいかなと思ったんですけど、こちら、わかるかな、ここバリが残ったままなんですよね。おそらく製造の過程のなんだものだと思うんですが、まあまあおそらくというかそうなんですけど、これバリ残ってて、わかるかな、見えるかな、この角度見やすいかな、これ嫌で、あの数十冊見たんですけど全部バリ残ってるんですよね。でよくよく見たらこのサンプル写真だとか、もうなんだこれ、ここバリついてるんですよね、バリ残ったままなんですよね。なのでこれもうあのなんだろう、これバリ残ってますよって言っても仕様ですって言われることが、目に見えてますね、はい、あと、私が見たのがバリが残ってるせいでこの辺の塗装が荒れて、多分塗装するときにバリが邪魔しちゃって荒れてるものとか、あとこのラインがねもうぐっちゃぐちゃになってるものとか、タイヤのこうレタリングされてって印刷されてるんですけど、これがねこの感覚がおかしなものとか、擦れてるものはなかったんですけどね、これがね結構ありましたね。よいしょ、ちょっとすいませんね、はいですね。で出来自体はね割とかっこいいしいいんですけど、おそらくなんだあのイクソが出してるその本家から出てるやつの廉価版だと思うんですよね。ネットで調べてもよく分かんなかったんですけど、 GT シェルビーでも GT350 の方かなりヒットして、でよく似てるんですけど刻印も違うしなと思って、まあ知ってる方はねいらっしゃったら、あのご存知の方いらっしゃったら教えてください。で本体とねケースの不満だったわけなんですが、次がね次がねこれね、こんな感じ、あのなんだろう、ディスプレイセットっていうのが発売されて、ちょっと入んないね、全4回で4950円で発売されますよと。これ欲しいかって思って、しょっぽいんですよね、これで5000円かと思って、でかつこれにさっきの多分同じものだとこれがついてくると思うんですけど、三角ドライバーついてますよって言われてもなっていう感じですよね。つけとけよって、三角ドライバー2本も一緒にお届け、あこれだけか、第1回の方がそうだね、第1回の分これをね買わないとドライバーが手に入らないっていうね、はい、なんでAmazonでねこれ似たようなものとか売ってるんで、ただねサイズ合わせがちょっと分かんないですよね、現物合わせないと、なんでねちょっと不親切ですよね。あとこんな感じ、みんながね欲しいであろうシェルビーコブラね、こちらは、12号まで買わないともらえないというかプレゼントされない、プレゼント品なんですよね要は。なのでこれ欲しいなっていう方の方って多いと思うんですよね。例えば創刊号のこれとね並べたいなとかいらっしゃると思うんですけど、これはね普通には手に入らないという、はい、12号買うためにはいくらだ、2万数千円払わないと無理なんですよね、はい、しかも、12号だから
半年以上経たないとね、無理なんですよね。で、まあ、で本体の方にね戻るんですけど、まあね、今回店頭で書店でね、いろいろ見比べてみて、自分の中で割と最善なものを買えたんですけど、これ定期購読なんかして、自宅にお届けとかなるとなかなか難しいと思うんですよね。どれ何が届くか分かんない、何がというかどういうクオリティのものが届くか分かんないっていうね、非常にちょっとギャンブル的な要素も含まれてくるんじゃないかなと。まあどれもそうなんだけどね。で、相関号からしてこのクオリティっていうか相関号がね間に合わせるためにちょっと雑になっちゃったりする場合もあるかもしれないですけどね。それにしてもね不具合が多すぎたっすね、はい。で、そうだね、あとまあ所詮って言ったらあれだけど2000円でね買えるものだから、相関号以外以降はね、43分の1マニアの方にとってはちょっと物足りないかなっていうクオリティだと思いますし、普段ね3インチいわゆる64分の1とかトミカサイズとか言われるサイズのかを集めてらっしゃる方がたまに買う程度、自分が好きなものを買う程度でいいんじゃないかなっていうところだと思います。43分の1中心にね集めてらっしゃる方にとってはなかなかねちょっとクオリティ的にはちょっと満足いかない部分もあるんじゃないかなと思います。まあね、古くはなんだろう、デルプラドの時代からいろいろ買ってるんですけど、まあデルプラドはそうだね、ミニカーメーカー統一されてなくて、号ごとに車種ごとに全然ね違うメーカーだったり、デルプラドオリジナルのものがあったりとかしてたんですけど、今回多分ねおそらくイクソで統一してくるんじゃないかなと思うんで、まあねちょっとクオリティはね心配ですね、店頭見る限りでは。で、賢い買い方っていうか、まあ書店に並ぶのはおそらくね5、6号とか15あたりぐらいまでじゃないかなと思うんで、なかなかねラインナップ見るとやっぱり欲しいものあると思うんですけど、なかなか自分好みのものが買えないっていうパターンになっちゃうと思うんですが、そうだね、でディアゴスティーニ直接連絡取ってというか注文すれば送料はかかるけど自分が好きなものが買えちゃうっていうね。なんでねピンポイントで狙いたい方はディアゴスティーニから直接買った方がいいと思います。で、大体のね発売日なんかは公表されると思うんで、発表されると思うんでね、その辺狙って買ってみるのが一番いいんじゃないかなと思います。あとはまあ廉価版っちゃ廉価版なんですけど、これよりクオリティアップしてるイクソ、まあ、ただカラーはね多分変えて全く同じものはないと思うんですけど、イクソの多分黒箱で出てると思うんですけど、そちらを探して買うっていうのも一つの手じゃないかなと思います。わざわざこのディアゴスティーニで中途半端なクオリティのものを買わなくてもいいんじゃないかなと思います。という感じですね、はい。だいたい不平不満等々は喋ったと思います、はい。で今回、ちょっと動画作る気なかったんですけど、緊急じゃないですけど、緊急というほどでもないですけど、動画ね撮ってみました。で皆さんのね購入の参考になればいいかなと思います、はい。というかなんでみんな言及してない部分が多すぎるよね。 SNS とか YouTube とかするんだったら、あげるんだったらねちゃんとね説明してほしいよね、はい、と思いました、はい。まあ、最低限のね情報っていうのは、私もね今申し上げたのが全部正解とは思わないですし、間違ってるね部分もあるかもしれないんですけど、もうちょっと詳しくね皆さんちょっと解説してくれよって思います、はい。っていう感じでした。そうだ、今週末土曜日、もう明日だねは、ホットイール発売日なんですけど、私ねちょっといろいろ用事があるもんですから、ホットイールのね、ベーシックカーの、まあ、レビューというか書いたもの報告なんかは、多分ね火曜日ぐらいになるんじゃないかなと思います、はい。まあ動画作れたらねできるだけ作っていこうかなと思っておりますけど、はい、っていう感じでした。そんな感じで普段はねホットイールとかトミカとか3インチ64分の1トミカサイズのものを集めておりますのでね、もしよろしければねチャンネル登録していただけるといろいろ見れるんじゃないかなと思います、はい。じゃあ今回は以上ですけど、まあ高評価でも低評価でもいいんで何かボタンを押してくれたらいいかな、嬉しいなと思います、はい。じゃあ今回は以上です、ありがとうございました。